おしどりは、日本の夫婦漫才、音楽漫才コンビである。吉本工業東京本社所属。漫才協会及び、落語協会会員。2003年9月コンビ結成。漫才師としての師匠は、横山ホットブラザーズ。出林は、夢見る、シャンソン人形。ある祭りの仕事で、県は、パントマイム、マコは、 アコーディオンの流しをしていた時で楽屋が一緒になりそこで一目惚れして出会って一週間後に結婚した同時にコンビとしての活動を開始結成当時はケンは黒い上下の服に黒いハンティングをかぶり顔は白塗りして怪しげなキャラで針金アートを見せていたマコのアコーディオンによるシャンソンの演奏に合わせてケンが針金アートを見せる M-1 グランプリ2003では準決勝進出。吉本ホール大阪で開催されている花花寄せに色物として出演していた。2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所事故以降、政府や東京電力が繰り返した直ちに影響はありませんという説明に違和感を感じ、東京電力への取材活動をスタートさせる。 当初は、事故の状況を把握するため、東京電力の会見内容を書き起こしていたが、その後会見に出席し、その結果を500回にわたり、メディアに発表してきた。ナンバグランドヶ月、京橋ヶ月、ベース吉本、吉本プリンスシアター、吉本、ホール、ルミネザ・吉本に出演。2011年から、吉本クリエイティブ・エージェンシー東京に所属。 同年7月に漫才協会に入会し、上席の浅草東洋館にしばしば出演するほか、2017年6月1日付で落語協会にも入会、同協会の寄せにも出演するようになった。おしどりまこ、ありがとうございます。